夜バージョンですね。あいにくの雨で視界も悪いですね。ですよね。サンバイザー自体が結構振動を受けてて、それも影響あるようですね。あとこれワイパーでも結構画面ブレてますね。これスマホで撮ってますね。ただサンバイザーをバチッと今持った状態ですね。持ってやったら揺れるかな。揺れますね。まあ、何もいじってない車だったら綺麗に撮れるんでしょうけど、あとブレに強いカメラですね。まあ、主にこれはドライブレコーダーとか撮影用じゃないんでね。まあこれぐらいが妥当かな。最近ではもっといいのが出てるみたいですが、まあ正直キリがないですね。どん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 新しいもの、いいもの、まあ車もそうですけど、なんか新しい中華料理屋さんができてますが、ブレてあんま見えないでしょ、これ。よし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 。あれ、ワイパー変えたね。まあ多少落とそうか。さあ夜で、ちょっと見にくい画像でしたが、サンバイザーにつけて、ポノの部のですね、スマホ操作カメラの、インプレッションでした。重い苦しい画像が3つ続きまして申し訳なかったです。以上 YouTube でした。最後までご視聴ありがとうございます。